生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。今激しくなかった？いや、なんか激しめにやりたいね。これがやっぱな、一番エロいっていうのが評判やね。そう、だからもうちょっともうええわそれ。もういいやな。今回は、何すんの？いつもさ、なんかコメントで書かれるやん。どこから来たのとか、なんで喋れんの、とか、なんで日本語わかんのとか。なんかさ、概要欄とか見てくれたらいいのになって思うけど、もうみんな同じ質問するから、もうそんないちいち答えてらんないからっていうことで、今回は写真一つずつ見せながらのちょっと説明していくね。写真も集めてきたんや。あ、これまでの昔の写真とか見れんの？え、やだ、ちょっと大丈夫？どういうこと？なんでなんか整形する前のが出てくるってことやろ？なんでやねん、整形してねえわ、やめてくれ。見て、見ましたか？これが生のなんでやねんやからな。生のなんでやねん。生のなんでやねん。生なん。何言ってんの？じゃあ1枚目いくよ。お。ドーン。どう思って？これ何？これ何じゃねえよ。これ誰やろ。あ、何物扱いしてんの？いや、じゃなくて、これイケメンじゃない結構。これがお父さんで、お母さん。で、うちはお父さんにで、お母さんにあんまり似てないねん。なお父さんがロシア人やねんけど、お母さんがコーカス。え、ちょっと、もしかしてこれがこれがこれがアレちゃんなん？これが私。赤ちゃん、この顔よ。赤ちゃんやなっていう。そうやな。まああんまりまだ幸せをつかんだかどうかわからないような表情をしてる。まあモスクワで生まれて。あ、モスクワやったんや。ど真ん中で生まれて。ど真ん中。ど真ん中よ。いや、それは別に全然エロくならへん。大丈夫。ど真ん中で生まれたんやな。そう、私はど真ん中で生まれた。まだソ連やった、この時は。この時、え、それ多分お腹の時にソ連やって、生まれた時が、もう、だからエッチした時はソ連やけども、やめてくれ。生まれた時はやめてくれ。次そういうことですわ。そう、で、まあちょっと大きくなっていって、これお風呂入った。え、ま、なんで白黒やねん。そりゃそうやろ、だってそんな昔の写真やから。戦時中の赤ちゃんみたいになってるやん。なんでやねん。でもおばあちゃんにこれお風呂に入ってんの？そうそう、今なんか拭いてもらってますよっていう。まあよかった、肌が全然見られてる。いや、別にいらんやろこれ。やっぱ、いや、これはスカート履いて洗ってます。スカート履いて笑ってまあ、それは笑うわ。でこれはクマと一緒に座ってます。どういうこと？え、これなんか多分これあれ、お母さんサーカスかなんかどっか行って、お母さん、そう。あ、なんか家族写真じゃないのね、これは。なんでやねん。お父さんとかいるわけじゃないのね、真ん中は。あんたお父さんぶちゃぶちゃ。でもロシア人ってなんでこんなクマと写真撮りたがるんやろな。クマ飼ってるからね。だって俺もあるで、クマと一緒に撮った写真。あ、飼ってんの？え、ロシア人飼ってるやん。飼ってないから。飼ってる。嘘の情報流すのやめて。ほんまに飼ってる人いるねんで。おら、え、おる？ほんまおる。クマちゃんつって、え、マジでいる。まあ、でも、ね、そう、でも普通じゃないやん。なんか普通の情報みたいに言うからおかしくなるから。ほう、まあこれはコーカスのおばあちゃんのところで、おばあちゃん家に行ったりしたような写真。モスクワに、まあ美少女になってきたな、だんだんここら辺で。いや、サングラスかけてんのに。何、いや、もう適当に言った。言っただけや。でこれはなんかもう日本にもう旅立ちますよっていう時で、あ、じゃあもうこれいよいよ明日明後日ぐらいにはもう日本に行くよみたいな状態。そう、これはモスクワから、はあ、これいとこと一緒に、うん、お別れをしてるの。そう、抱きついてもらってて、もうなんかもう会えないかもみたいな感じやったから。そうなんや。これなんで日本にあれな来ることになったの？でも6歳の時にお母さんが日本の人と再婚しとったから、だからもう10歳になって、もういよいよ、じゃあ娘も日本に連れてくるぞっていうことで。なるほどね、お母さんも日本で安定してきたし、そろそろなんか あれこれ分かってきたから、まあ、そろそろこうおばあちゃんの家にちょっとしばらく住んでたような感じかな。そう、高架さんに住んどったから、ね、で、じゃあまあそろそろ最後のロシアの写真っていう、うん、はぁ、なこの時はどんなことを思ってたの？なんでこう日本に来ることについてどう思ってたの？日本に来ることについて、日本、うちなんかジャッキー・チェンが好きやってん、めっちゃ。うちのお母さんもそれ言ってんねん。なんなんこれ、ロシアのアジア人が好きな女は大体ジャッキー・チェンが好きみたいな。ジャッキー・チェンは日本やと思ってて。思ってた、うちの母も思ってて。浅いねん、その辺。日本に来たら、もう学校でジャッキー・チェンみたいなカンフーとかそういうのをやらされるんやと思って、こういうことやって、でちょっとこう押して動けなくさせるみたいなやつあるやん。ないないない、やってたやん、シャ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 
絶対聞いたことない。あるんやな。じゃあやっとったんやで、うん、それできると思って超喜んどったけど。忍者とかもおるって思ってたん？いや忍者じゃなくて、あ、それは違うよな。ジャッキー難しいな、そこは。あの酒を飲んでこうやるやつができると思ってほんで喜んでたけど、チンやったチンやった。間違ってたわ、うん、すいません。はい、じゃあこれは日本に来てからの。あ、じゃあ今から日本に来てからのやつを見るんね。そう。お、いいよ、いいじゃない、こう。っていうかちょっと待って、いきなり結構さ、なんか飛ばしすぎじゃない？めっちゃ仲良くなってるやん、みんなと。いやでもこれはまだそんなに喋れてない時やねんな。 あんまり？え、何年生の時？これ3年生ちゃうわ。これ日本に来て5年生の後半ぐらいの時やった。まあやってることは面白かったね、やっぱ修学旅行行ったりとか、 あと日本語を勉強してたりとか。なるほどね。あ、じゃあさ、学校さ、日本語あんまり分からまま入ってきたわけやん。で、こうやって普通に日本の子らとな。そう、しかも勉強せずにそのまま入ったの。全くこう分かんないわけやん。どうやってそれコミュニケーションするの、最初？やっぱ最初はなんか子供やから興味を持ってみんなこう集まって、うん、で、なんか何これって言えばもうみんなもこれは何々やでっていうのすごい楽しんで。あー、じゃあみんな逆に同級生がなんかこう集まって教えてくれる感じやったんや。そう、何でも教えてくれた。もうそんな感じやな、なんか周りの子がなんか気にかけて一緒にこうジャパニーズ文化を教えてあげてるような雰囲気も。なんかまあすぐ仲良くなった最初は。へー。全然、まあ1年目からじゃあいきなり仲良くなって、でどんな感じになっていくの？楽しいわって言って、そうやってなんか修学旅行を。あ、修学旅行も一緒にみんなで行って。ロシアにはあった修学旅行みたいな？ロシアでは修学旅行なかったね。てかそもそもあるんやろか。どうなんやろ。なんか夏休みにみんなで一緒にしばらくなんか泊まりに行くみたいな。そもそも夏休みがもう3ヶ月やからな、ロシアは。で、日本は1ヶ月しかなくて、それもすっげーショックやったし。逆になんかこれは良かったみたいなないの？日本に来て日本の学校とか。だからさ、アレちゃんの場合はさ、日本の学校もロシアの学校も2つともさ、うん、経験できてるわけやんか、うん、なんかこれは日本の方が良かったみたいなないの？学校でいろんななんか授業があって楽しかったね、うん、なんか家庭科とかないやん。家庭科ないやん。ないの？ロシアに家庭科。家庭科とか、 なんかご飯作るとかないやん、だって。あ、そうなんや。そう、知らんかった。お絵描きとかもなんか図工とか夏休みとかでなんか、はいどうぞ、もうなんか絵描いてきてください、夏休み終わったら持ってきてくださいぐらいのレベルやって。へぇ、そっか、ロシア俺知らんねん。そう、またそれ教えてもらおうかな、細かくロシア事情。教えてみんなとなんか仲良くなって。あ、運動会やないの？運動会。ええやん、運動会。嫌がってんな、結構。お母さんの方が圧倒的に楽しんでるような雰囲気。お母さんはちょっと笑ってみたいな言ってて、うち運動会が苦手やってん。嫌やったんやん。嫌やった。だって、うん、あんなに踏みつけられんのとか、踏まれるのとか、踏みつけてあげるのとか。いやいやいや、下ネタをまた言いよりやないの。いや、ほんまやん。上に乗ってきたり、上に乗ったりでも今は好きなんやろ、そういうの。踏みつけるの好きか。相手にもよるよね。やっぱ相手がちょっと弱っぽい感じになると、あ、踏みつけたろ、踏みつけたろみたいな。もうなんなん、もうすぐ股間出せみたいな。なんでお前はそこに首つく、噛みつくよね。じゃねえよ。はい、ド S です。今度アレちゃんを S か M か試す企画、縛りつけての反応と縛っ、あ、じゃあちょっと応募してください。踏みつけられたい人をここに。いらんわ、なんか。この間のあの結婚してしたい方みたいなの結構来たねんで、応募。もうやめてね、もう。の応募いらん。え、やっぱ日本語難しかった？やっぱ日本語、まあ最初わからんから、うん、で先生はやっぱりなんか漫画を読んだらわかるんちゃうかなって言って、ドラえもんの漫画を読ませてたの。あ、ドラえもんの漫画読んだら絵でって言われてたんや。そう、読んだらもう絵も描いてるし、うんうんうん、横にカタカナひらがなも描いてるし大丈夫やでって言ってたんやけど、なんか日本語とロシア語似てる言葉もたまにあるねん、うんうん、ドラえもんの漫画にこう恐竜が出てくるんやけど、あ、なんかあったな、映画とかにもなってたな、なんかのび太の恐竜みたいな。なんか頭をちょっとロシア人にして今、うんうん、ちょっとリセットして、うん、リセットした、うん、その恐竜の名前がピースケやったの。わかる？まあわかる。ピースケやったの。ピースケ。あのね、何やねんじゃなんて。まあ、ピースケって何なんかっていうと、もうズバリチンコなんですよ、ロシア語で。ピースカっていうのかな。ピースカ、ピースケ。しかも
け。のび太くんもあれ結構映画とか見てるとさ、ピースケーとかやってるやん。ピースケー真面目に見とられへんねんそれ。おしっちゃーみたいな感じになってるの。それそれおもろいわ。それそういうので覚えてきたんじゃ、逆に言うと。好きやな、やっぱ。それをほんま覚えたんやな、逆に。そういう変態なこと考えて。そういうのもあって覚えたんやけど。確かに確かに。あんま意識したことなかったよ。いや、なんかその名前とかもさ、なんかさきちゃんっていうのさきちゃんって。まあ普通にね、日本の。結構悪い言葉やで、それ。まあでもね、それ名前やからね、さきちゃんって言って。で、その時にもう、さきちゃんって言われた時に、おーってなって。待ってな、さきちゃんっていうのが何なのかっていうと、日本語でさ、うんこのことをさ、クソって言ったりするやんか。うんちとかいろんな可愛い言い方あるけど、悪い言い方したらクソやんか。うん、で、ロシア語でおしっこの、なんか悪い言い方があって、それがさきやな。だから、このションベンみたいな、ションベンか。ほんまや、ションベンやな。このションベンって呼んでるのが一緒やねん。その時にちょっとなんか全国のさきちゃん本当ごめんね、あんたロシアに行ったらね、ションベンちゃんだわそんな言うたらあかん。その時なんか怒られて、うちもそれ彼女に教えてさ、うん、それの中でションベンやでって言ったらなんだこいつってなって、ちょっとなんかちょっと仲良くできなくなったんだけど、その後からちょっととか、まあお母さんとかもやっぱりそういうなんか似たような日本語とロシア語があるから、うんうんうん、で、こう覚えやすい感じに、例えば、くださいとか、くださいくださいをこう覚えられへんから、くださいくださいっつって、あくださいっていう覚え方して、そういうかそれ、これもね、結局ロシア人じゃなきゃこれ笑えないと思うんだけども、あの、くださいっていうのがロシア語で、どの的に向かってションベンをぶっかけたらいいのみたいなどの的に向けててかやばくない、そんな言葉使うのっていうような感じやんな。くださいって言うと、そうやな、確かに。それそれおもろいわ。それそういうので覚えてきたんじゃ、逆に言うと。やっぱ悪い言葉で覚えるやん覚えやすいよね。もうエロシキーズに改名する、ちょ変えちゃうじゃあまあ小学校はこうやっていろんな言葉をな、日本語の言葉を覚えたわけや。そうで、日本語喋るようになって、ほうほうほう、で中学校も入って、あ、いいやんいいやん、中学校のこれ制服やろ、だってそう、これな、ちょっとなんかコスプレみたいで最初は。へえ、でもすごい似合ってるわ、普通にさ、日本人の子と同じぐらい似合ってるやと思うねんけど、でもこれどうなる、日本の人が見たらちょっと違和感あるんかな。絶対違和感やろ、この違和感でしかないよ。この部屋まだアレちゃんの雰囲気はないのよ。多分中学校の時に急激的に今の感じが出来上がったのよ。成長したんや。だってもうこれほらアレちゃんやん、もう普通の。そう、これなんかタイムスリップ、あんま変わらんくない、うん、今と中学校の多分2、3年生。自分ではあんま言わん方がいいな、俺が言った方が。こうなんか全然老けてなくないみたいな、こうロシアの女ってすぐ老けるって言われるけど、変わってなくないって言うのがちょっと感じられるよね。老けるって言われるもんだって。でもあんま変わってないな、この時とは。確かに、それで急に成長したな。んでそれ卒業、なんかさ、ここはちょっとギャルっぽいな、なんかギャルっぽいで。で、高校はどんな感じやったん。で、高校はもうバイトしまくってたんよ、うん、あ、バイトしまくってたん。とあるどんなコンビニで。コンビニ、コンビニでバイトしてたん。あのニュートン音の頭から離れない音の、あんた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 ん、なんで知ってんねんお前は。だから頭から、だってそこしかなんか頭から離れへんとこなくない。行くで、てん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 、え、らっしゃせーとか言ってたん。いや、そんな、そんな、らっしゃせー、あー、ポイントカードお持ちですかそんなことしない。ポイントカード2万円分ございますが、めっちゃ早いねんで、できるできる、しゃせこんばんはって、しゃせこんばんは、言えるわ、なめんな言えるわ、そのぐらいで、帰りは、え、そのよしゃってお越しくださいみたいな。じゃあお金を貯めてたんやな、そこで。そう、お金貯めてたんやけど、それはなんでかっていうと、なんかよくモデルとかしてたりしてんの、うん、って言われてたりしてて、あ、まあお世辞でな、お世辞でなって、お世辞やで、勝手に決めつけんといてお世辞、じゃあみんなお世辞で言うね、なんか外人見たら何、男前やなって言ってすぐ言ってくんね。ちょっと待って、男前やな、お世辞のおかげでモデルになれちゃった系。そうや、勘違いをしてモデルに憧れたんやな。やめろや、違ういや、まあ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 、それでモデルじゃあ
それでアルバイトをしてお金貯めて東京に行こうっていう夢ができて。なるほどな。やっぱ東京の方がモデルとしてはこういろんなことができそうやから。でモデルをいろいろ経験できたの。モデルできたの。できたの。モデルになってちゃんといろんなモデルができたの。こういう感じのウェディングのモデルの仕事が多かった、ね、これ何歳ぐらいの時なの。え、これ何歳に見える。いや、めんどくせえな知らねえよ。まあこれは、19ぐらい、ね、あ、19ぐらいで、まあでも大人びてんな。でもそう言ったら、そうやって言われたかったやろ。大人びてんなって言われたんやろ。だっていや、なんかあれやん、パリジェンヌみたいな。これでもさ、シルブプレーとかいそうじゃない。シルブプレーメルシーとかいそうな感じだよね。まあウェディングが多かったはぁ、ちょ、こういう感じのとか。まあでも俺はこれよりも普通のアレちゃんの方がいいと思うで。なんかもうなんかだってもうめん、なんかめんどくさいってまた言おうとした、うん、なんかめん、なんかこういうのとは絡めへん。俺ここにこれがおったらなんかもうちょっと、うん、ちょっとみたいな。ちょっと、何それ、うん、ちょっと一緒にはちょっとマイキン扱いせんといて、うん、めんどくさいもん。だってこんなのめんどくさいよ、まあ、こんなそういうのやって、うん、モデルになって、そして女子キーズになっちゃった。なんでやねん結果は急にピロシキーズだって結果急になぜかピロシキーズになってたの。これはどうなの、成功をたどってるの自分の中では今。それとも失敗なの。予想外の結末だよね結末じゃないか予想外のなんか新しいスタートしてる、ね、まだピロシキーズ、そう、スタートよ。スタートしたよね、新しい、うん、今やもうエロシキーズと呼ばれてるね。ペロペロシキーズじゃなかった